おはようございます。みさぺこです。本日も雑談していこうと思います。今日の雑談の内容が、私みさぺこ。この髪色のせいで、仕事先がありません!そうなんです。ですね、会社が無期雇用じゃないので、有期雇用なので、いつかは期限が切れる時が来るわけですよ。本当に。で、私の住んでるとこってさ、まあまあ田舎だから、もう本当にまあまあ田舎だから、あのね、髪の色は黒か茶の、じゃないとダメみたいな風習が、やっぱね、根強いわけですよ。派手髪で働ける職場っていうのが、やっぱり少なくて、仕事がありません。本当に、もうちょっとあるんだよ。その契約満了まで。もうちょっとあるんだけど、まあまあやばい期間ぐらいは来てるので。なので、本当にね、どうしようと思ってる。なんか、一応そのために黒のウィッグとか買ってるんですけど、嫌じゃん。なんかね、別に事務員がしたいとかじゃないの。販売員とかでも全然いいんだけど、その、土日休めないっていうのがちょっとしんどいところがあって、土日がなるべく休みやすい、かつ、私の体調面で言うと、やっぱりね、コールセンターとか、が楽なわけなんですよ。で、コールセンターって結構身だしなみっていうか見た目、この髪色でも全然いけるところが多いので、コールセンターはマジで私の中で結構上位ランクの好きな職業なんですけれども、あのね、コールセンター少ないんだよね。あのね、そのコールセンターってやってるところは多分3箇所、4箇所ぐらいしかなくて、でも1箇所は完全ね、黒か茶じゃないとダメみたいな会社だったんだよね、調べた時に。で、もう1社はいいんだろうけど、そんな人があんまりいないっていうのと、あと私が住んでるところからめちゃくちゃ遠くて、朝も5時とかに起きて帰りが10時とかになっちゃうから、もう私の体調面がもう本当にダメになっちゃうので、そこが働けないんだよね。ちょっとだけ働いてたことあるんだけど、ダメになっちゃうので働けないんだよね。で、もう一箇所が内容がさ、よくわかんないんだよね。そこがその派手髪が大丈夫なのかっていうのもわかんないし、って感じで、今の会社にもう一回受け直してもいいんだけど、ちょっとね、次の雇用までは期間を空けてくださいって言われてるから、だからここうちの会社がいいよ。そら、うちの会社が一番なんか勝手が分かってるし、人も分かってるから安心するんだけど、そっかみたいな。無期雇用じゃないから、有期雇用だからちょっと不安な面ももちろんあるので。でもね、この髪の色がさ、変えたくないのよ。黒にしたくなくて。っていうのも、その、なんだろうな、こう髪の色を変えて、私自身が明るくなったっていうのもそうなんだけど、みんなに見てもらえやすくなったかなって思ってて。やっぱ黒髪茶髪の頃より、この派手な髪色にしてる頃の方が、やっぱみんな見てくれてるなっていう風のを感じているので、その、やっぱりね、印象っていうのは大事だなって。特に私みたいな人間はやっぱり、多少ね、目立ってた方がいいかなって思って。もともとね、ネクラって陰キャなので、少しでもね、明るい部分があるといいかなって思うので、髪の色はね、ちょっと死守したいところではあるんだよね。だからまあなんか、本当にもうなんか、なんか都会だとさ、結構髪色派手でも働く場所ってあったりするじゃん。けど、ないのよね。ないのよね、いかんせんこちらって思う。こちら、ないのよねって思う。で、私が持ってる資格も、その、
医療事務と調剤事務だから、派手紙なんて持ってるほかじゃん。もうほんと、資格がただ持ってるだけの人間になってしまったと思って。うん。資格を持っているだけで何も使えない女みたいな状態になっています。もったいね。めちゃくちゃ頑張って取ったのに。本当に頑張って取ったのにって感じだけど、でもまあ今はこの髪色変える気ない。まあ色落ちしてるけどね、今は変える気ないので、しばらくはね、変える気ないので、このままでいたいと思うんですけど、仕事なーって思って、なんか、その時、その契約が切れるタイミングで、どのくらいの、自分の伸び ?YouTube の伸びがどうなってるかなっていうのが全くわからないので、なので、まあ、YouTube でそこそこ稼げてたら、まあ、そこで契約満了でいいけど、もしも行ってなかった時っていうのを考えると、ちょっと怖いなっていうのはある。なんか髪色自由って書いててもさ、正味髪色自由じゃないじゃん。何トーンまでにしてくださいみたいな。8トーン、9トーン、7トーン、わかんないんだけど、トーン数とか私勉強してないからわかんないんだけど、なんか、そこまで明るい色じゃダメですみたいに言われたりするのね、全然髪色自由じゃねえってよく思ってた。某カラオケ屋の時とかね、髪色自由って言われてたけど、ちょっと明るすぎるねとか言われて、はぁ、みたいな。うん。で、まあ、コンタクトショップ屋ももう戻れないし、この髪色だと。黒に戻さなきゃいけないからね。本部の人に何て言われるか分かんないしね。ほんと。いや、なんか、オレンジの頃があったのよ。コンタクトレンズのショップ店員の時代に。もう、本当に本部の人にだけは見つからないでくださいって言われてたんで。それくらいね、なんか日本っていうか特にこの田舎って、働くとこないなと思って、なんか自由に髪色できる職場ってないなって思って、本当に。ってな感じです。なんか、こういう職種あるよとか、あったら教えてほしい。私が知らないだけなのかもしれないけどね。あんまり、そうなんか幅広くやってきたつもりで、あまりやれてないので、なんかこういう仕事あるよとかあったら教えてほしい。ただね、コールセンターが楽なんだわ。なんか突発休も取れるし、急にね、ほら、コンサートさ、制作解放があるじゃん。制作解放があると、うん。ちょっと行ってきたいから休みたいとかやっぱなっちゃうから、そうなるとね、やっぱ突発休が融通きくね、会社がいいので、今の職場が一番いいんだけどなーってずっと思ってます。今の会社はほんと、なんか、優しいので、ありがたいなーって思ってます。なので、派手紙組の皆さん、こういう仕事で働いてるよ、こういう切り抜け方があるよっていうのがあったら、ぜひ、コメント欄によろしくお願いします。ということで、本日の動画はここまでいかがだったでしょうか?今日はもうとっても短い動画になってしまいましたが、私もこの髪色っていうか、水色の髪色から、水色からこの緑ぐらいの髪色から抜け出すことができませんので、なのでね、しばらく、仕事は頑張っていきたいなと思います。頑張ろう。ということで、本日の動画はここまでいかがだったでしょうか?よろしかったらまた次回の動画でお会いしたいので、チャンネル登録、高評価、コメントをしてお待ちください。ということで、みさぺこでした。またね。バイバーイ。